皆様方、自我は自分に対する一大事というか、一種大事として、一番であるのは、ご自身が今いる体を自殺させることが一番であるのを、一種大事になってしまう。もう一個は、そういう判断をかけて、もう一種大事になる。もう一個はそれに戦争を起こさせる。一種大事になる。もう一個はそれに、うちお邪魔するような哲学や宗教や学問を、起こす。これも一種会社だからね。もう一個は、まあ、うちを阻害するような常識を作り上げるみたいな一種会社もあるよね。でしょ？もう一個の一種会社、うちが住みにくい社会を作るっていう一種会社もあるわね。でしょ？まあ、うちを遠巻きにして笑うみたいな一種会社もあるわけ。まあ、私が本人に対して、あなた方は、そういったことをなさってきたわけ。で、今あなた方も同じような目ついに覆ってるねん。なんでかと知らない。もともと皆さんの最後のうちの大体部やねんから。いや、そういう目にあっちゃうやん。細胞を使おう限りは。なんかしようもと絶対細胞使うのしゃあないし。上手に考えようと思ったら、曲がりなりもちょっとマシにまともな。出なくても。まともでなくても、マシでなくても。しっかりと考えて結果を出そうと。でも思うなら絶対細胞にいないと無理だから。じゃあ細胞それ覚えちゃうよね。どの体にいても。どの体で考えても。体にいないと考えにくいけど、あなた方自我ね。だから絶対どっかの体で考えるわけやけど。まあ主に人間。あと人間それ以外でも。その細胞覚えちゃうやんか。あなた方が考えた場所が覚えてるよ、こと。